ばんは、尾上優和郎です。今日はいつもの野営地に、夜から来てます。寒いですめっちゃ寒い。これからちょっと我が家を建てていきたいと思います。設営完了しました。おそらくもうちょっと真っ暗でほとんど見えないと思うんですけど、今日はホールアースのアーストリッパーでソロキャンプをしたいと思います。寒い、4度です。今4度。中はこんな感じですね。超広々、いや快適です。こんばんは。いや、やっと飲めますやっと飲めます。今時間が夜の11時、外の気温は 0.4 度、テントの中は9度、寒いです。でも飲みます。久々にこだわり酒場のレモンサワー、いきますよ。乾杯。これや、これ、このアルコールがこう体に染み渡る感じこの間のキャンプじゃ味わえなかったあの感じがいいっすね。やっぱ最高やあー、たまらんで、こちら吉沢でいただいた落花生いただきたいと思います。ああ、うまい、うまい。これやめつきになります。これには酒でしょう酒、あー、うめー、あー、これ食べだしたら止まらないですね。今時間が0時20分ぐらいですかね。で、外気温が 0.9 度で、こうテントの中は16度ですかね。アーストリッパーですね。あの、一応ストーブつけてるんですけど、やっぱ換気が良すぎてですね、風が強いとこう温まらないですね、テントの中が、うん、いやー、もうテントもですね、テントもあと一つ、あと一つで100幕になります。100幕、100張りになります。これも皆さんがですね、本当にこう応援してくださったおかげでやっ
と目標だった100幕に到達できたということで、本当にありがとうございます。本当にありがとうございます。で、来年はですね、いよいよユージャックさんからユーカスローをデザインしたテントが出ます。もう夢にまで見た。本当に本当にもうありがとうございます。本当に夢にまで見たテントが出ます。皆さん買ってください、お願いします。もうソロ最強テントは今までステーシー ST2 だったんですけど、もうソロ最強テントはこれからユーカズローテントになります。はい、小川さんごめんなさい、グランドロッチのあかりさんごめんなさい。いやー、でも本当によく100羽にも集めたなと思いますよね。もう自分本当そう思いますもん。ちょっとずつ集めて、ソロテントファミリーテント集めて、でもやっぱりそれは皆さんがこう応援してくださるからだ、やっぱ応援してくださるからこそこう100針達成できたっていうのもありますからね。これからは、これからの目標はテントをこれからも増やしていって、テント博物館を作りたいですね。博物館を作りたい。で、ユージャクさんともこれからコラボを続けていって、もう、皆さんが追い求めてきた、皆さんが欲しいと思うようなテントをデザインして、行きたいなと思ってます。テントデザイナーとしてですね、こうなんていうかな、こう一キャンパー目線でテントをデザインするっていう形でですね、やっぱりアウトドアメーカーさんもキャンプはすると思うんですけど、年間こう100幕とか100幕じゃない、100日、年間100日キャンプする素人キャンパーがデザインするテントっていうのは、また多分メーカーさんがデザインするテントは違うと思うんですよね。だからそこら辺でやっぱりこう実際使ってるキャンパーさんが、実際テントを使ってるキャンパーさんが、ああやっぱり今まで発売してたメーカーさんのテントとは違うなっていうのを、そういうテントを作っていきたいなと思います。本当にこれからもテントバカ、このウィーユーカズロー、よろしくお願いします。本当によろしくお願いします。これからもですね、テントを集めていきますんで、もちろんサッコが OK って言った時だけ買います。
今回は、まあ、酒を飲んで本当にテントのことを語るという感じのソロキャンプでした。で、使ってる道具もですね、もう今まで紹介したものとほとんど変わらないです。やっぱこの季節になるとバーストリッパーで石油ストーブ使ってもそんなに冷えないですね。まあその実験も兼ねてキャンプに来たっていうのもあるんで、やっぱりスカート付きがないとですね、寒いです。本当に今回0度近くまで下がったんですけど、石油ストーブを使ってこの広さのテントでもせいぜい上がっても17、8度ですね。フルパワーでまあ換気ができるっていうところはいいんですけどね。それでもやっぱり寒いですね。いつものお絵かきタイムに入りたいと思います。完成しました。アーストリッパーで酒飲みソロキャンプ、どうでしょう。撤収完了しました。今回はもうほとんど喋るだけの動画でしたけど、まあお酒も飲めて楽しかったですね。いや、気温も0度近くまで下がって、いよいよ雪中キャンプ今年できるかな、来年の初めできるかな、ちょっと楽しみですね。テントのご質問なんかあったら気軽にご相談ください。このテントアドバイザーが市民になってご相談に乗ります。チャンネル登録もですね、よかったらお願いします。今後の励みになります。それではご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。キャンプ行こう、テント積んでキャンプ行こう。